では卵1個分のねオムレツを作っていきましょうね。 S サイズですね、使ってますね。ちょっと顔を映しておいて、はい、では卵1個ですね。ここしか使いませんね。ここしか使いませんね。はい、ではここで混ぜます。はい、カメラアップね。もうこれで OK です。こんな柔らかいね。これでここに持って、ここでヒートアップしますね。そしてここでオムレツの形にします。うわー、ちっちゃいの分かりますかね。うわこれね、もうはい、こんな感じ。これオムレツの形です。非常に難しい、ほろりとね。はい、これで OK ね、なりましたね。では僕の、はい、こんな感じですね。ではリターンって言いましょう。カラ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 ね、カラカラカラ。ちょっとこれご飯の量の方が多いなこれ。切れる包丁でオムレツの真ん中を端から切れてよ、ちゃんとね。 OK ですね。うわこれはい、キチキチオムライスね。卵1個って言うたって本当に卵1個分のオムライス食べる人 Thank you。 OK です。はい。